とうございます。ちょっと今度ね、遊びに行かせていただきます、ね。そうですね。はい。初めて弾けるようになった曲って何ですか？俺一番最初にやったのは、はい、いい質問ですね。井上陽水の、はい、夢の中へなんですよ。それは、ね、こう弾き語りで、いや、なんか普通に行動で、うん、それを話してたら、うん、なんかどか行くんも、うん、なんか、いや、僕もそれなんすよ、とかって言ってて。それ鳥取で回ってんじゃん。いやいや、そう。え、どういうことだと思って。夢の中へ。鳥取夢の中へ。そうそう。俺普通だよ。エブリバディウォーズだよ。あー、俺エレキで初めて弾けるんだったのはシーソーゲームだよ。でーれれーでーれれれーれれれれ覚えてるんだよね、ちゃんとね。いや、わかるわかる。ね、うん、俺まだ X の曲とかちょっと弾けるもんね。